アドルフ・ヒトラー・ハインリーヒ・クニルは、主に、ドイツで活動した画家である。当時は、オーストリア帝国領であった、現在のセルビアのボイボリナで生まれた。ウィーン美術アカデミーで、クリスティアン・グリーペン・ケールやカール・ビュルチンガーに学んだ。あと、ミュンヘン美術院で、ガブリエル・ハックルやルート・ビヒ・レフツに学んだ。1888年に、ミュンヘンに、個人で、美術塾を開き、 ヨーロッパでも評判の美術教師になり、パウル・クレイや、ルドルフ・レビ、エルンスト・ップラー、エミール・オルリックらの画家たちが、クニルの塾で学んだ。1898年から1910年の間は、ミュンヘイン美術院でも教えた。1914年に第一次世界大戦が始まると、教えるのを止めて、バイエルンのシュタルンベルクに住居を移した。ミュンヘン分離派とウィーン分離派のメンバーであり、 ドイツ画家協会の会員であった。子供を描いた人物画や風俗画、生物画を描き風景画も描いたが、クニルの作品で有名なものはアドルフ・ヒトラーを描いた肖像画である。ナチスが権力を掌握した時代に、クニルは画家として徴用された。1937年にミュンヘンのハウス・デアクンストで開かれた第一回、大ドイツ芸術展に、 ヒトラーの肖像を出展した。国家社会主義ドイツ労働者党美術展、NS カンスト・ステルンゲンには14点の作品を出展し、ヒトラーの運転手、ユリウス・シュレックやヒトラーの母親、クララの没後肖像画も描いてヒトラーに購入された。1942年にアドルフ・ヒトラーが創設した芸術、科学で偉大な功績を残した人物に与えられるとした。 ゲーテメダルを受賞した。ありがとうございます。